はい、じゃあ行きましょうか。行きまーす。せーの、ポチ。そうか、感動系か。最近感動しまくりで。かわいい。なぜかわいいのいいな。うん。好みやねんな。お。歌ってるよね。歌ってるね。やっぱ、うん、生やん。マジですごいな。私こういうビハインド系めっちゃ好き。裏側とか。情熱大陸とか好きやね。いいですよね。リハーサル。でかいスタジオやね。動線。無双動線。動線これっていつやったっけ？朝から歌うって結構喉に負担なんですよ。大変。うん、あ、つかめ。あ、ゼッケンつけてないみんな、うんうん。なんかオーディション思い出す。あ、前で、ダンサーさんから。あ、幕張メッセ。うんうん。すっぴんかな、ルキさん。めっちゃかっこよない？かっこいいね。やばいな。え？おぉ。これでいかなあかんの？マジで？台車や。どうやって行くん？スタッフさん大変やな。うん。押す方も大変。やば、すごいね。練習してでもいいんちゃう？ここ。もう押す人大変。はあ、なるほど。すごいね。スタッフさんってほんまありがたい存在。兄ちゃんは。はあ。ルッキさんって人前に出る運命、星のもと生まれてるよね。ねえ。うん。リハーサル行くの3日間。拍手しちゃったリハーサルやのに。あかんわ。その。私服かな。反響。お客さんもらうとね、音が響いちゃうから。うんうん、わあ、綺麗、ごめん。ひろくん見てないねんな、これ。見てない。最近大きいとこも行ってないな、ステージっていうか。見に行くのね、うん。あ、プロローグやんか。おぉ。ああ。さすが。ジャンボのために。さすが、たくみさん。そっか、そうやんな。早くステージ立ちたい。マムちゃんって飲むたら何え、キュウリ食べてんのキマーちゃん。なにでも化粧してるからバチバチイケメンやけど。うん。そうやな、ね、楽しむ姿見せるのも大事やな。美味しいね。よかったね。ほんま食べるの好きやな。消化いいんかな。シオンさん。
はあ。準備すること全部したら楽しむしかないよね、あとは。うん、うん。かわいい。ね、くりくり。うん。髪の毛もくりくりやね。なあ、似合ってる、あの、たくみさん。うん。大人っぽい。あのさ、顔、表情があんまプロフェッショナルやな。うん。楽しむって言葉が多いね、やっぱり。うん。もうきっちり準備できてるってことやね。うん。楽しめるってことは。そうやな。うん、普通、もうちょっと神経質になったりするから、それを超えたってことだよね。うん。もう、いつでもできるよっていう。うん。会えるねって。やっと会えるね。レンさん。ああ、美味しそう。いい笑顔。うん。わあ。お前すぐそこよ。近いね。あ、もう。子供みたい。わあ。緑入ってるレンさん、うん、うん、なるほど、なるほどね、まめちゃん肩幅どうした、うん、すごい。ライブだぜ。あ、本番かな？うんうんうん。頑張って。うんうん。ジャムに愛を伝える時間。なに、インストラクターの人おるすごい。プロやな、今の、うん。めっちゃ慣れてる、翔さん。今のいいね、やってやってほしい。いや、素人がやったらやばいんちゃうかな。怪我するかな。うん。純喜さんもやられ慣れてたもんね、ちょっと。うん。あ、カラコン。いや、似合うよ。吸い込まれる。はあ、何してもかっこいいね。うん、はあ、ジャム全員一生ジャムにします。かっこいいこと言うな。それだけ自信があるライブになってると。気合い入ってるね。うん、顔でわかる。本気でぶちかましたい。いね。レンさん。ああ。お、純喜さんが取りまとめしてんのこれ、うん。エンジンの。確かに。あんまりシビアに緊張したら伝わるもんね。わ、集団の心得。うん。これ。かっこいい。入ってない気合が。うん。うん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 、夢。
夢叶ってるよ、しおんさん。ねえ、すごい素敵なことやもんね。わかるよ、始まる前から泣きそう。やっぱ自分たちだけのために集まってきてくれるって考えたらやっぱりね、とかな、時間とか何とも言えへん気持ちになるよね、やっぱ同じ時間共有してくれるってことやね。やっとやもんな、いやこれはそれぞれにハグしてるのね。あ、カメラとハグしたもん。さすがにでもちょっと緊張感伝わってきた。うわあ。あ、やばいやばい。なるほど。あ、これはあかん。いろんな思いやったやろな。近いお客さん。近いね。いいなぁ。わぁ、すごい。綺麗。真っ赤か。一回は行きたいなぁ。人ごみ嫌って言ったけど。一回は。あ、ここ通んの？あ、お前お前お前。行った。ゆきさん行ったで。あ、スタッフさん。まみちゃんも行った。あ、すごい。スタッフさんも何すごい。幕張メッセってこういう形なんやね。ねえ。あ、誕生日かな？泣きたくて泣いてるわけじゃなくて、泣けてきちゃうんだよ。溢れてくるやろね。そうそう、もうしょうがないよね、もう。涙は私、抑えられんもん。無理に止めるもんでもないと思うし。泣きたかった、泣いたら、ね、あー、プロローグ。あ、なるほどね。このタオルかわいい。手書きかな、タオル。ああ。思い出した、このシーン。純喜さん、大泣きしてるシーン。終わった？お疲れ、お疲れ。キマちゃん泣いてない？よかったよ。恩返しね。
お疲れ様。いやー、いいですね。あ、まめちゃんデザインのタオルやって。さっきの。かわいかったね。うん、好きやな。なあ、かわいいな。うん、あ、手書き感ある感じが。うん。やっと会えた。コメント泣けたな、このライブは。そういうイメージはない。ありがとう。ジェンキさんの関西弁、コテコテで好き。いい顔。うん。はあ。コンディションも良かった感じするけどな。うんうん。実際は分からんけど。Thanks for jam. なるほど。ああ、なるほど。はあ、か。はい、終わりました。なんだこりゃ。終わりました。去年の11月か。なるほど。改めまして。ひろくんまだ見てないねんな、オープンズドア。うん、見てない。え、オープンズドアみんなで見たらいいんじゃん。あ、じゃあ今日じゃないで、今日じゃないで。さすがに。顔やばかったよ。違うよ。今度、オープンザドア見るってなった時に、二人で見るよりみんなで見た方が面白いよ。そうですね。確かに確かに。